絨毯とは、屋内の床に敷くための織物や敷物のことである。カーペットとも呼ばれる。歴史的には、織物、層でできた敷物、テーブルや壁を覆うものにも用いられた語である。アレルギーの原因とされるダニアレルゲンを含む、ハウスダストの舞い上がりを抑制する効果がある。喘息など、ダニアレルギー症状を防ぐ方法は、第一に、寝具の管理であり、次に、 清潔に保つことである。床材の種類とダニアレルギー発症との関係性が薄いことは兵庫県西宮市による大規模なダニアレルギー調査によって明らかとなっている。詳しくは下の項目を参照。18世紀のヨーロッパで屋内の床に一般的に使用されるようになった。手で結んで作られたパイル絨毯は中央アジアで 紀元前4000年から2000年の間に作られたとされる。西方は10世紀にムーア人によってスペインに紹介され、十字軍がトルコのカーペットをヨーロッパに持ち帰った。当時は壁に掛けられるかテーブルを覆うものとして用いられた。17世紀に通称航路が始まったことにより、ヨーロッパ西部では多くのペルシャ式物が導入された。国内のカーペット産地は、 大阪南部。日本式物団地共同組合は大阪府堺市にあるが、現在は商業施設や住宅も多くなり、カーペット工場を置く会社は少なくなってしまった。それでも大阪南部にあるカーペットメーカーは多い。堺団通の流れを組む墨絵織物はトップメーカーの一つで、現在家庭用カーペットではトップ。通りは豊か織をスタートに、 リノリウムを経てカーペット事業に参入し、現在はオフィス向けを主とするタイルカーペットでトップシェアを誇る。神社の赤絨毯平織りは連動している垂直な糸と水平な糸によって作られる。東洋の平織りにはキリムタペストリー、ソマック、プレーンウィーブおよび綴織れりの種類がある。ヨーロッパの平織り絨毯の種類はベニス、オランダのダマスク、リスト、 ヘアークラース、およびイングレインがある。フックトラグは、目の粗いやザブなどの丈夫な折り物の編み目を通して、羊毛や面などの布の一端を引き出して作られる、手作りの敷物の種類である。一般に、現在では、この種の敷物は手工芸品として作られる。ノッケッドパイルは、横糸は垂直に折り目の表面から上昇し、それを補っている横糸と交代する。 この補っている横糸は絨毯の毛羽立ちを作るため3種類の結び方の一つによって縦糸に付けられている。19世紀後半、モケットは床一面に敷く絨毯を意味するようになった。これらの織物は低い突起があり手で編まれたパイルカーペットより薄いものである。16世紀から作られたこの種類の絨毯はビロードのような機械化された食器の上に編まれる。 結び目を形成しないで補われる縦糸は横糸の下で輪にして付けられている。食器の構造としてデザインを作るために5つの色を使うことができる。モケットは比較的細長いパネル型に折られる。より大きな製品はいくつかの縫い目模様から構成される。モケット絨毯は床、家具のテーブル、壁の多いとして使用された。その生産は1812年に フランスのジャカード食器の応用により改良された。19世紀中頃の蒸気機関の導入により、さらに生産能力が向上した。編んで作られた絨毯と違い、刺繍でできたものは食器に形成されない。それらの模様は、一針ずつの縫い目を応用することで、布の基礎の上に設けられる。一般的な縫い目は、テントステッチとクロスステッチの二つである。 刺繍によって作られた絨毯は16世紀以来貴族によって伝統的に作られいくつかの工業的生産も行われている。16世紀には鉄製の針の導入による生産性の向上と理念の改良が見られた。スコットランドの女王メアリン・スチュアートは熱心な刺繍の製作者であったことが知られている。16世紀のデザインは 鶴植物と地方の花を渦巻き状にしたものであり、動物の紋章が組み込まれた。その生産は19世紀まで続けられた。ビクトリア朝の絨毯は非常に幻想的で三次元の花も描かれている。ベルリンウールウォークと呼ばれるタイル張り模様は1804年にドイツで紹介された。それらは1830年代にイギリスで非常にポピュラーになった。 19世紀には機械をそれほど使わない高価な絨毯の種類が発明された。1832年に壁掛けのブルッセル絨毯とビロード絨毯の生産が始まった。これらの技法は異なる巻枠を使用する必要性を排除しながら同じ糸で異なった色を再現することにより糸の無駄を最小限にしたものである。1839年に ジェームズ・テンプルトーンは、シェニール織物の技術を生み出した。それらはより高価なもので、パテント・アクスミンスターと呼ばれた。1884年には、蒸気機関による食器が用いられるようになった。それらの生産は20世紀の中頃まで続いたが、1878年のスプール・アクスミンスターと1890年のグリッパ・アクスミンスターの発明の後には衰退した。 これらの種類は1860年代におけるアメリカのハルシオン、スキナーのニッパーと呼ばれる発明から生じた。他に手織り、フックドラグ、ボンデット、平折織りなどがある。参考文献、カーペット辞典、審判カーペットハンドブックトルクメニスタンの国旗平折織りとパイルの両方が食器によっておられる。食器は垂直、水平なものが同様にヨーロッパ及び、 東洋の絨毯の生産に利用された。折り始めの前に、縦糸が食器の枠にセットされ、多くの折り出が同じ絨毯に対して一緒に動くことがある。結びの列は完成した後に切られる。横糸は1から4列ずつ結ばれる。結び方には3種類がある。それぞれ、非対称的な結び目はペルシアン、またはセンナと呼ばれ、対称的な結び目はターキッシュ。 または、グワーズと呼ばれ、単一の縦糸は、スパニッシュと呼ばれる。現代における、絨毯製造の中心は、トルコ、北、アフリカ、コーカサス、イラン、ネパール、トルクメニスタン、チベット、セルビアのピロットである。トルクメニスタンの国旗は、その文化における絨毯の重要性を示すもので、巻き上げ側の近くの垂直な赤い島模様を特徴とする。手で結ばれた絨毯は、 おそらく、モンゴルかトルキスタンで、紀元前4000年から2000年の間に作られた。現存する世界最古のパイルカーペットは、パジリクカーペットと呼ばれ、紀元前5世紀のものとされる。1927年に、セルゲイワノビチルデンコによって、パジリクの谷の中に氷に保存された、シベリアの埋葬地から発掘された。このカーペットの起源は、 イランのスキタイカアケメネスアサペルシアのどちらかであろうと提案されている。現存するパイルカーペットのうち最も初期のものは13世紀の後半にアナトリア半島のセルジュークトルコで作られた。実在する18個の作品はコンヤカーペットと呼ばれる。これらの大きな絨毯の中央の領域は幾何学的な反復模様である。これらは大規模に様式化され、 教会はクーフィック、またはクーフェスクと呼ばれる状態で飾られている。東洋の絨毯はヨーロッパでは11世紀の十字軍の後に見られるようになった。18世紀の中期までそれらのほとんどは壁とテーブルで使用された。王室や教会を除いては床を覆うことができないほど貴重なものとされた。東洋の絨毯は13世紀にイタリア、ベルギー、イギリス、 フランス、オランダ、ギリシャで見られるようになる。特にポーランドは古い時代から独自の陸上貿易ルートを東方に開拓しており、これによって故障などとともに東洋の絨毯を輸入し、円や琥珀などを輸出していた。17世紀から18世紀のオランダ、イギリス、フランスは東インド会社によってヨーロッパにインド、ペルシアの絨毯を導入した。 ポロネーズ絨毯京都の祇園祭で使用されるポロネーズ絨毯はインドやペルシアで製造された絨毯が17世紀に当時のヨーロッパ最大の国ポーランドへ陸上交易により輸出されたもの。これらの絨毯はルブフ、クラクフ、ワルシャワ、グダンスクなどで商売をしていたポーランドの貿易業者からポルトガルなど日本と直接交易していた国の貿易業者に卸ろされ、 彼らの海上交易により日本へと輸出された。これらの絨毯がポロネーズ絨毯と呼ばれるのはそのため、カーペットの生産はスペインにイスラム教が侵入するより以前に行われていた。ムーア風の装飾の例はヨーロッパ製の絨毯のうちで最も早く見られた重要なものである。10世紀にスペインで絨毯の生産が始まったと書物に示されている。 最古の現存するスペインの絨毯は14世紀に遡るものが唯一である。スペイン系文和風絨毯の最も初期のものは海軍の紋章として知られている。これらのデザインの種類はメイヴアッチェによって研究されている。15世紀においてはスペインの絨毯はもともとアナトリア半島で開発されたデザインを元にした。絨毯の生産は15世紀のスペインの征服と イスラム教信者の追放の後にも続いた。16世紀のルネッサンスにおける絨毯のデザインは、絹織物から派生したもので、和とザクロが最も一般的なモチーフである。1608年、アンリ4世は、ピエール・デュポンの指示により、トルコ式の絨毯の生産を開始した。この生産場所は、パリのすぐ西のシャイオのサボーンリー工場に移動した。 サボーンリーとサイモン・ローデストにより制作された絨毯がいわゆるルイ13世絨毯である。しかし、ルイ16世に生産されたものについては誤った名称である。それらは、花瓶や籠の中に花と共に飾られる。デザインは、オランダ風、フランダース風の織物及び絵に基づいている。最も有名なサボーンリー絨毯は、グランデ・ゴルディとゴルディ・ディ・アポローンのために作られた。 ものである。ルイ14世が1678年にベルサイユ宮殿に移った時、シャルル・ルグランの指示により作られた105の傑作は使用されることはなかった。それらのデザインはアカンサスの葉、建築様式の縁取り、及び神話の場面をルイ14世の権力のシンボルと結合するものである。18世紀中頃のデザイナーでピエール・ジョスセペロンが最もよく知られている。 彼の作品と図面は、優雅なロココ様式の巻物、主要なバラ結び、シェル、アカンサス用、および花の飾りを示している。サボーンリー工場は、1826年にパリのゴブラに移動した。ボベイ工場は1780年から1792年までパイル絨毯を作った。オーブソンの工場での生産は1743年に始まった。 パイル絨毯の製造技術は16世紀前半に宗教迫害から逃れたフランドルのカルビンの信者を伴ってイギリスに来たであろう。これらの売り手の多くはイギリス南東のノリッチに定住したので16世紀から17世紀にかけての現存する14の絨毯はノリッチ絨毯と呼ばれる。これらの工場においてはアナトリアあるいはインドペルシアのいずれかまたは エリザベス女王時代のブドウの木と花のデザインを使用している。フランスと同様に対象な結び目を使用した。18世紀の製造所について3つの資料が残存している。エキシター、モーフィールズ及びアクスミンスター。フランスのサボーンリーからの回収者がエキシターとムーアフィールズに配置されたため、エキシターはその工場とペラートに影響された構造を用いている。 新古典主義のデザイナー、ロバート・アダムは、ローマの床及び天井に基づき、モーフィールズとアクスミンスターの両方をデザインした。彼のデザインのうち有名なもののいくつかは、シオンハウス、オスターリー公園、ソウルトロームハウス、ニュービーホール用に作られた。アクスミンスター絨毯のうち6つは、ランツダウングループとして知られている。これらは、菱形に囲まれた中央のパネルに花をかたどった縁と、 カゴを備えたデザインである。ロココ式の設計はしばしば茶色の地色を持っており、同年代の彫刻から移された鳥を含んでいる。絨毯は今後もキラーミンスターの街の名産である。産業革命の間においても、この街はイギリスの絨毯産業の中心であった。今でも5万5千の人口のうちの大部分はこの産業で働いている。 伝統的なスカンジナビアの絨毯は手で結ばれた羊毛から作られたリアである。最初のリアは15世紀に毛皮の代わりに漁師によって用いられた。荒く長い毛足を持ち重いものであった。敷物としてはより軽くより装飾的になった。19世紀においては祝祭における優れた壁掛けとなった。現在ではリアは色、模様、 技術において様々な芸術家がいる。日本では高温多湿な気候のため装飾以外の目的でパイル織物が使われることは稀であった。しかし、江戸末期には中国団通を元にした鍋島団通、堺団通、明治初期には赤江団通が作られるようになった。堺団通以外は目のパイルを持つ絨毯で高温多湿な日本に適した素材の選択となっている。 絨毯の地フは、重くて厚い生地、織物であり、羊毛、綿、麻、薔薇、またはこれらに似せた合成繊維で作られている。基準となる網目に結ばれるか、三河で接合される。それらはある横幅で切られ、縫い合わされ、クッション材の上に、釘や病、または接着剤で付けられる。その結果、床の上に緩く置かれた敷物やマットと、 床につけられた敷物とは区別される。床の全体を覆うだけではなく、型取りにより、どんな部分にも取り付けができる。事実上、それらは、絨毯本体、クッション、およびその取り付け方法からなるシステムである。タイルカーペットは、通常0.5メートル四方の正方形であり、商業的な施設において、床を覆うために使われる。それらはオフィスにおいて、 床下を利用する場所や配置外を行う場所で使うため固定して使われるものではない。日本のオフィスで使われるカーペットの素性は8割が裏材、2割がナイロンなどのパイル糸のものが多い。焼却処分するとダイオキシンが発生する問題があり、現在はそのような問題はない。焼却炉の温度が高くなりダイオキシンは発生しない塩ビとナイロンに分離させて、 再資源化する取り組みが進んでいる。栄誉例、映画祭などにおいては、赤色の絨毯が敷かれ、そこを歩行することは名誉とされることがある。住宅における絨毯は、装飾性の他に、騒音レベルを減少させ、床を通る熱の損失を減らすために有効である。また、絨毯の上に横たわったり、座ったりするにも、硬い板張りの床よりも快適である。 他に絨毯にはいかにあげるような優れた効能がある。ただし、絨毯は掃き掃除よりも掃除がしにくく、飲み物をこぼすとシミを作ることがある。また、人間やペットの体毛を吸着する傾向がある。ゴミの蓄積を防ぐため、定期的に掃除機をかけるべきである。しかし、掃除が簡単そうに見えるフローリングも、本当に綺麗にしようと思えば、手間がかかる。 2017年7月11日付の読売新聞によると、ダスキン担当者から聞いた話も交えながら、フローリングでは、いきなり掃除機をかけず、ホコリが舞い上がらないように注意しながら、まずモップで一吹きするのがポイントだ。その後、掃除機を使い、雑巾掛けをする。順番を誤ると、掃除機の排気などで、ホコリが飛散し、一度舞い上がれば、 最長で8時間空中を浮遊することもあるとしている。掃除や換気を怠ると、ダニが絨毯に大量に繁殖することがある。そのため、気管支喘息に苦しむ人にとっては、絨毯は問題が多い場合がある。というのが従来の常識とされてきたが、最近の研究では、絨毯の上はフローリング状と比べ、喘息を引き起こすホの量が少ないため、 きっちりと掃除さえすれば、絨毯、カーペットは、気管支喘息の患者にとって、有効な床材であるということも分かってきた。アレルギー専門医や団体が、ハウスダスト対策として挙げる、カーペットを取り除くという主張は、日本小児アレルギー学会作成の、小児気管支喘息治療、管理ガイドラインから引用している。この根拠について、 日本カーペット工業組合が確認したところ、米国の資料から引用しているという回答を得た。彼らは自らで何も検証していないのである。カーペット組合はさらにその、米国の資料についても調べたが、その根拠となるデータや資料は見当たらなかったという。アレルギーの原因とされているのは、生きているダニではない。ダニの糞やダニの死骸などを含むハウスダストである。 それを吸い込むことでアレルギー症状が引き起こされると言われている。兵庫県の西宮市環境衛生局が平成2年にまとめたダニアレルギー調査報告書によれば、全速発作の誘発は寝室を含めて床のダニ数との関連はあまり認められず、使用しているシングルイのダニ数が全速発作に大きく関連していることが傾向として認められると結論付けている。 さらに調査統括として、フローリング、コルク等、フラットな材質に改造することは、好みの問題であっても決して疫学的に、積極的意義のあることではないとしている。つまり、アレルギー対策として、第一義的に重要なのは、シング類の適切な管理であることは明らかである。さらに、ダニアレルゲンを、室内の空気中に舞い上がらせないことが重要である、ことがわかる。ゆえに、 カーペットはハウスダスト対策として有効な床材であると言える。もちろん、ダスキン担当者がハウスダスト対策にはカーペットとフローリングのどちらもこまめに掃除することが大事と話しているように基本は清潔な環境にしておくことが求められる。また、三重大学大学院医学系研究科の実証実験によりカーペットには リラックス効果があることも証明された。天然ウールのカーペットの場合特に加工をしなくても高い望遠性を持っている。発火温度が摂氏570度摂氏600度と非常に高いため、難年繊維として知られており、古くから火の粉の危険が高い暖炉前などに敷かれてきた。地よ人よ物語に空を飛ぶ魔法の絨毯の物語がある。詳しくは、 魔法の絨毯の甲を参照。カーペットの名前を持つ敷物として、イグサで編まれたイグサカーペット、畳などの部屋を新たに、フローリング床に変えるためのウッドカーペット、防音などを目的として用いられるコルク製のコルクカーペットなどもある。床面いっぱいに敷き詰めるものをカーペット、敷き詰めずに一部分だけに敷くものをラグと呼ぶ国もあれば、手織を、ラグ機械織をカーペットと呼ぶ国もある。 ペルシャ絨毯は世界最大の高級手織り式物で7000年の歴史を持つと言われ世界でもよく知られている。ペルシャ絨毯の原産国はイランで、その素材はシルクまたはウールあるいはシルクとウールが多い。ペルシャ絨毯はイランの各町でおられ、その町の名前が絨毯の名称として用いられている。有名な産地としてゴム、イスファハン、タブリズ、 マシュハドなどがあり、各産地のペルシャ絨毯は、それぞれの産地によって、模様、素材、色彩に特徴がある。絨毯爆撃は、地域一帯を広範囲に爆撃することで、床に敷かれた絨毯のように、爆弾が一面を覆う印象から想起されたものである。日本カーペット工業組合の実験で、 証明されている h t t p w w w s a g c c i o r j p t o k、ok、u s a n n a b e d a n h i s t o r y h t m l h t t p コロンスラッシュスラッシュ www.city.sakai.lg.jp スラッシュ中スラッシュ myrioku スラッシュ n a k a k u 街角、断通、h t m l h t m l ハッネクストトシネ1 0 0 0 3年平均呪い、1期、リファインバース廃棄カーペットから、演技、日本経済新聞長官2018年3月2日。ありがとうございます。